ウードルを流れるアラス川アラス川はトルコ、アルメニア、イラン及びアゼルバイジャンの各国を流れる全長 172km の川である。クラ川に合流し、最終的にカスピ海に注ぐ。カフカースを流れる主要な河川の一つとなっている。アラス川はトルコイルズルム県のエルズルム近郊に源を発する。同国カルス県でアクリアン川と合流し、 トルコとアルメニアの国境に沿って流れ、トルコとアゼルバイジャンのナヒチバン自治共和国とをつなぐ、回廊地帯の近くを通過する。アラス川はさらに東に向かい、イランとナヒチバンの国境を流れる。さらに、イランとアルメニア、イランとアゼルバイジャンの国境を流れ、北に向きを変えて、アゼルバイジャン国内に入る。サビラバドでクラ川に合流し、その後カスピ海に流れ込む。 アルメニアの言い伝えによると、アラス川の由来は、アルメニアの伝説上の課長であるハイクのヒコの名前、エラストから来ている。さらに、これがギリシャ語化して、アラショスとなり、クラ川やアラス川流域に、有史以前に栄えた、クラアラクセス文化の名称に使われている。しかし、多くの場合、特に、ヘロドトスの、歴史が一貫クレヨでの記述のように、ボルガ川がアラクセス川と呼ばれている。 近代においては、アラス川は政治的境界を示す地理的な意味を持っていた。1813年のゴレスターン条約、1828年のトルコマンチャーイ条約では、アラス川はロシア帝国とガージャールアサトの国境として設定された。その後、イランとソビート連邦がポルダシュト地域にダムを建設している。エリザベート・バウェル・アルメニア、 パストプレゼント P49ISBNB0006X9C ありがとうございます。